Did you think about it? How to make me hurt was tricky love. はい、皆さんこんにちは、ヨノアです。いつも見てくださってありがとうございます。京子さんね、ちょっとね、完成させたいと思っているので、混ぜるだけのものでね、チャレンジしてみようと思っています。今日挑戦する曲はタイムカプセルの中から I Know It っていう曲。実はね、これこのアルバムの中で一番短い曲なんです。3分しかない、もう本当に混ぜるぐらいしかできないと思うので、今日はちょっとね、混ぜるだけでやりたいと思います。そんな今日チャレンジするのはサバ、水煮を使ってリエット、簡単にできるリエット、あのね、なんていうのか、パテみたいな感じね、バケットとかに合わせて食べれるようなおつまみなんだけど、これを作ってみたいと思います。今日用意するのはこのサバの水煮、それから粒マスタード、そして今日はね、このクリームチーズ、これを今日は3つ、レモン、オリーブオイル、ブラックペッパー、ハーブソルト、ニンニクチューブ、それからね、今日の一番のポイントはこれ、私大好きなの、これディルね、あーもう超いい匂いする、このディルがめっちゃ絶対いい仕事してくれると思うので、これはね、よくお魚料理とかにね添えるハーブなんですけど、もう臭みも消してくれるし、しかもこのディルのね、いい香りがきっとちょっとね、本格的な上品な感じに仕上がってくれるんじゃないかと思っているので、入れてみたいと思っています。で、その後ね、今日はトースターでパンを軽くトーストして添えてみたいと思います。あとお野菜、人参とセロリを添えてみようかなと思っています。ということで、やってみよう、頑張るぞ、見てね。いよいよ始まりました、皆さん早速作りたいと思います。これ開けます、とりあえずサバの水煮開けてみたいと思います。やばい、3分しかない、あ、すごい、結構お汁だく、つゆだく。ちょっとこれをね、今日は中身だけ使いたいと思うので、このつゆは使わずに中だけ出します。これ結構なボリュームだね。これクリームチーズこの量で足りるかな。まあちょっとやってみるか。もう一個入れてもいいような気もする。ちょっとこれとりあえず置いて。ちょっともうこっち温めとこう、パン焼くのに。よし、これにクリームチーズね。クリームチーズ入れる。もう全部入れる、いろいろ。そしてレモン汁も大さじ1杯ぐらい入れます。1も入れないか、2分の1ぐらいにしました。そしてオリーブオイル、オリーブオイルも大さじ1入れます。はい、そしてニンニクチューブ、あ、ちょっともうこの脇で隠れて、ニンニクチューブはそうね、1/2、小さじ2分の1ぐらいにしました。はい、それから粒マスタード、これをたくさん入れたいの。これね、どうしようかな、小さじ2分の1くらい、あ、小さじ2分の1どころじゃない、2杯って言いたかった、2杯ぐらい入れてみようか。これでちょっとひたすら混ぜる。あとブラックペッパー、ちょっと多めにブラックペッパー入れた。それからハーブソルト入れて、そしてこのディルね、このディルをめっちゃ私これがね大好きなので、この葉っぱのところをちぎって、これいつどこの何回目のアイノーイット、やばい、これもう最後のアイノーイット、これもしかして、
だわ。計量してたらダメだ、やっぱりね。今日は間に合うと思って計量からやったのよ。やっぱ計量しちゃダメなの。もう知らない、これもう人間ダメなんだ、これでも。3分は鬼だね。はい、こんな感じ。もう混ざったらココットの型に入れたいと思います。お、もうパンもいい感じに焼けました。本当にもう、これ何のキャップ？あ、オリーブオイルね。はい、もういいや。こんな感じに、すごいいい感じよ。いい香りしてるわ。こんな感じに入ったら、最後はピンクペッパーあったら添えて、ディルを、感じでいいんじゃないな。それで、ブラックペッパーをかけたら、お野菜も、はい、できました。はい、みなさん完成しました。もう間に合わなかったわ、今日も。もうなんかもう今日はね、もう最初から飲もうと思って、もう、はい、今日はねビールにしました。麦とホップ、私大好きなのこの黒ビール。もう今日はね、もういい、先に飲んじゃう。やったー、わわ、みんな乾杯。やばい、もう超美味しい、めっちゃ癒される。はい、今日チャレンジしたのはこのタイムカプセルの中から I know it ね。ちょうどジャスト3分の曲だったので、もう火も通さないで、もう混ぜるだけでできる、もう料理って呼べないかもしれないと思ったんだけど、まあ出してもダメでした。ってことで早速いただいてみたいと思います。まずちょっと私これバケットにつけて食べてみよう。今日は私はね、あのライ麦の雑穀パンたっぷり乗せて食べてみます。いただきます。すごいサバっぽくないね。サバなんだけど、ちょっとオイルサーディンみたいな雰囲気もする気がする。このディルが、ディルやっぱ効いてるね。すごくなんかちゃんとダイエットになってる。美味しい。これレモン果汁と今日は粒マスタードも入れてあって、酸味があのしっかりちゃんとあって、クリームチーズとかね、オリーブオイルも入って、ニンニクも入ってるんでコクもあるんだけど、結構さっぱり食べれる感じ。美味しいよ。サバのみじん煮ってすごいね。すごい、これビールにめっちゃ合うよ。ちょっとね、私はね、ちょっとね、野菜につけても美味しいんじゃないかと思ったので、ちょっと人参とセロリ準備しました。ちょっとつけてみよう。いただきます。セロリ絶対セロリ合うと思う。美味しい。こう野菜つけて食べてもめちゃめちゃ美味しい。これ普通にソーセージとかにつけて食べてもいいかも。粒マスタードも入ってて、さっぱりもしてるから、ソーセージ、ちょっとソーセージいいな。ちょっと黒ビールだし絶対合うと思う。ちょっとソーセージ茹でてくるわ。ちょっと待って。はい、ソーセージ茹でてきました。絶対これソーセージにも合うと思うよ。なんかめちゃめちゃ贅沢な感じじゃない、これ。いただきます。これ絶対ビールに合うよ。超美味しい。美味しい。これは絶対もう黒だね。もうめちゃめちゃ黒ビールに合うよ。ソーセージめっちゃがっつりくるけど、めちゃめちゃこれ美味しいよ。辛いのビール。ということで今日もですね、1曲チャレンジ、一番短い曲でやったんですけど、
あーもうちょっとねまた間に合わないっていうね、間に合わないのがだんだん恒例になってきた感じなんですけど、今日のはあんまりお料理と呼べない感じだったんですけど、これすごい美味しかったので、もう手軽で美味しいのでやってみるといいんじゃないかと思います。ということで今日はサバの水煮を使ったリエットパテをね作りました。簡単に混ぜるだけ、火も使わないのでぜひ皆さんもやってみてください。ということで今日もご視聴ありがとうございました。この動画が楽しかったと思ってくださった方はぜひチャンネル登録、そしていいねグッドボタンをよろしくお願いします。今日もありがとうございます。